まあ本当にね、皆さん一生懸命やってますよね。ありがたい限りです。そして渋谷区でですね、この統一教会での凱旋なんですけども、最初どういう反応が出るのかなと不安もね、感じていたんですけど、少しずつ小東の近くの住民の方とか渋谷区民の方とかからですね、連絡が入るようになってきました。それに関しては、日本第一党がやっているこの活動に関して、感謝をしているという内容が多かったです。ものすごいね、良かったなと、ものすごいというか、良かったなという思いが一つです。まあ、こういう運動で、この渋谷でですね、やはりこの統一教会というのは、この渋谷区の大変深刻な問題だと思っているんです。渋谷区の小東に堂々と統一教会があって、堂々と霊感商法してるんですよ。そして今この時も渋谷区の小東の中で被害者が増えてるんです。そして初めね、東京教会ってどこにあるのかな、渋谷教会どこにあるのかなと思ってね、我々もちょっととぼけたんですけど、統一教会本部の正面が渋谷の教会なんですよ。目の前が東京教会ということが分かって、それで日曜日のですね、向こうが礼拝をする時間帯、礼拝ってやってるんだろうと思いまして、その時間にですね、ドンピシャに合わせて、人が出入りする時間に合わせて今凱旋を始めてるんですね。ですから皆さん、毎週基本的に毎週日曜日11時半からやります。これね、毎回毎回ツイッター等で上げたりしてきますけども、もうこれは毎週11時半からやるということを、日曜日ですね、やりますので、ご参加ね、可能な方はぜひいらしてください。やはりね、多くの人数で、例えば国旗なんかを持っているということが、人々の関心を生むことになります。で、この関心っていうのがすごく大事なんですね。関心を持ってもらうと、統一教会っていうのはやりにくくなるんですね。